ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。ちょっと髪の毛変ですかね。ちょっと結構切りすぎちゃってちょっと寂しいなって。まあこのおじさんですけど毛の量だけ多くて、まあ、ハゲてないんで、こうそうね、ちょっとまああの染めたりこういじったりして、これテンパーなんですけど、まあね、今別にモデルとかその役者とかやってないんで、どっちだ、もともと僕髪型適当だったんですけど、高校時代もあんまりそんないじってないし、まあ、でも友達に髪型自然で、よく自然でそんな風にいい風になるねって言われたけど、もう何もしなかったんで、まあ親に感謝ですよね、この毛質とかね。あのまあいいですけど。で、ちょっとオリンピック見て、あの12、3歳の子とか高校生とか、まあ、オリンピックにこう人生をかけてきた。まあ、文武両道でかけてない人もいるし、それだけしかやってないし、結構人様それぞれなんですよ、多分。なんか、他にも趣味も楽しんできたけど、オリンピックも買っちゃったっていう人もいるし、オリンピックだけに集中してないのに買っちゃったっていう人もいると思うんですよ。そこはその運命というか才能もありますしね、その種目だったり。で、僕ちょっと思ったのが、あの、いつもインタビュアーが、あの、あ、すいません、今、競歩を見てるんですよ。北海道でやってるね。暑そうですよね。で、よく、誰にこの喜びを伝えたいですかって、親ですって、まあ、なんか言わせてる感もあるんですけど、まあね、それはまあそうですよね。ファミリーで、ね、家族とかね。で、まあ僕、昔のオリンピックのメダリストと、今のオリンピックのメダリストの違いっていうのが、やっぱすごいあって、昔のオリンピックとか、そのプロになる人の親って、漫画がいけなかったんです。巨人の星とか、こうスポコン漫画に影響されて、親がこう無理やり子供がそんな好きじゃないのに強制的にそのスポーツをやらして、でまあ立体ね、そのスポーツをたまたま好きになって、まあ住んでる環境とかね、雪国に住んでたとか、サッカーが盛んな町に住んでたとか、まあ僕なんかは運動神経良くなったのはサッカーがすごい盛んな町に住んでたからなんですけど、それはまあ確実に言えるんですよ。地域社会がサッカーすごいレベル高い。僕名古屋市でも3位になったことあるし、僕の2校目の人名古屋市で優勝してるぐらいサッカー部強かったんで、小学校で。まあそれはいいんですけど、環境って大事なんですけど、こう僕世代の親が40代の結構良くなったんで、今結構子供たち育ってるんですよ。まあ、今のアスリート、若いアスリートももちろん褒めるべきだけど、時代がかって、僕世代ですね、40代段階ジュニア世代の親でたまたまいい思考を持った人が、まあ、経済的な、ね、こう努力もあったりするんですの子供が今オリンピック世代に多分12、3歳から5歳とか、まあ、20歳ぐらいまでいくかな。僕世代なんで、僕の世代って結構意外と競争社会とね、自由主義にいたバブル弾け世代でいろいろ行って、まあ、それがたまたまうまくいったっていうのがこう結果出てると思うんですよ。もちろんね、オリンピック協会が投資したとかあるんですけど、そのなんていうんですか、親、子供の育て方とかね、それやっぱり親の時代にも関係してるし、で一番失敗ダメなパターンね、子供がうまくいかない、うつ病になったり引きこもりになったり、自分の夢を子供に押し付ける、これだいたいね、途中までうまくいくかもしれないですけど、だいたいダメになってきます、親がね、ヤンキーとか、あとその親が自分で塾とか行ってね、東大行ける、うちの息子娘大変天才っつって期待されてたのに、結局東大行けなかった、めちゃくちゃなんかあるじゃないですか、徹夜してとか合宿して
小学校と友達と遊ぶ時間をね削って勉強したのに東大行けなかったっていう人結構いっぱいいると思うんですよ。特に富裕層、それをやっちゃって実際東大行けないとちょっとやばい道に踏み外すっていうか、まあね、それで学習していい大なんか、まあ、ある程度の大学行って、まあ、いろんな出会いがあって大成する人もたくさんいますけど、これやっちゃいけないと思うんですよ。これで結構僕潰れた子供をいっぱい見ていて、これダメですよ。であと自分が幼少時代にできなかったのに子供に強要するってね、例えばこう礼儀とか作法とか、あのまあいたずらって子供するじゃないですか、まあ、怪我をしたりそれを異常に怒る親、こと自分はねやんちゃで遊んでたくせに子供にねちゃんとしなきゃいけないよとかね、マナーを強制、まあマナーを学ばせるのは大事なんですけど、お前はどうだったんだ小さい頃はみたいな、お前できなかった、お前そんなに親に期待されてねスポーツも勉強もやしたけど何もできなかったじゃねえかよ、その子供だぞっつって、なんでそんな無理してやらせんだってね、お前の遺伝子を持ったんだそんなできるわけねえじゃろっていう謙虚さが必要っていうかね、あのそれもスポコンみたいな、ね、あの塾ってねスポコンっすよ、学習塾ってね、あのスポコンと何ら変わらないですよね、あの強制的にやらせるっていうか自主的にやってないっていうね、僕としては何の変わりもないっていう、なんかいい子いい子で育てられて期待されて結局答えられなかった子供たちっていうのはだなんか人間的に割とクズになってるっていう、まあ普通に企業を働いてあの結婚したりも してるんですけど、割と喋ってるとあれっていうクズになってるっていう人が多いですよね。だからこの2つ、あとそのあの感情が、まあネット社会と関係ないと思うんですよ最近。人を戒めたり感情の劣化ですよね。まあこれはなんかあのどっちかというとここ自分が人生って自分が主人公なのに何かこう他人を評論するみたいなレビューを書くみたいな、僕レビュー機能っていうのもねあんま良くないと思ってて、あの皆さんね自分が人生の俳優のメインヒーローでヒロインなんですよ、主役なんですよ。だって自分っていうで観客って自分しかいないんですよっていうのをなんかこう間違えてるというかなんか全員が干渉してるみたいな、いやみたいな、あなたの人生、あの人ってもう生まれてる人全員死ぬのでどんな偉い人を安倍首相だったり死にます、で僕も死ぬしみんなも死ぬのに、なんか視聴者になってるっていうか、なんか SNS がやっちゃいけないのがあれを今日すごい増してるというかね、好きなことをやればいいしもっと怒ったり笑ったりすればいいのに、あの死にますかね皆さん、言っとくけどコロナでビクビクしてるコロナ病の人はあなたはもうすでに死が待ってるんですよ全員。何を騒いでるんだっていう話と、あと何ビクビクしてるんだっていうのです。あなたは死にますから。まあ、こんな言うとあれですけど、だからまあ本当にあの自分でねいろんなね人に出会ったり物に出会ったり、オリンピックして感動していいんですよ。オリンピック感動してスケボーをやりたいって子供が言い出したらやらせるべきだし、いいんですよそれで。それなのになんかいやプロ野球選手とか J リーガーとかね、自分のを押し付けるのは良くない。それは子どもの人生なのであなたの人生じゃない親なんですよ、まあ、この2つね大人はねちょっと自分で自問自答すべきだし、であのスケボーのねうまくいった子たちも割とこうみたいな、なんだよそんなこと聞くのみたいな質問多いじゃないですか。あれもインタビュアーがね完全に間違えてるんですよ、人生観というかだと思います。あのそれをまあちょっともっと子どもたちに
向き合って付き合わないと多分分かんないのかなと思いますね。はい、それじゃあオリンピックね、いろんな、またパラリンピックもね多分開催すると思うんですけど、こういろんな年齢とか人生とか、まあ今のジェンダーとかね、もうやっぱり見ること、できれば直接そういう人がいたら触れ合うことが、まあより良い人生とかね、自分という映画スクリーン、自分も観客っていうのがこう充実するっていうか、まあ生まれたからには精一杯、まあ病気になったりしたらしょうがないですけど、なんかこう死を選ぶとかね、そういうのはね、もったいない、何でもできますからね。このようにいろいろこう学んでいくってことが大事ですね。はい、オリンピックでそういうのを感じてくれたらいいなと思います。それではバイ。